ありがとうございます。それでは今日は発表案件ございませんので、早速ご質問を受けたまりたいと思います。じゃあ幹事社の朝日新聞の方から質問させていただきます。先週に引き続いてなんですが、工藤会館の差し押さえの関係ですが、これについて今現時点でどうされているのかと、今後の流れについてご説明いただけたらと思います。一般的にはですね、市税を滞納した場合に、財産の差し押さえに至ることがあるわけです。ただ地方税法の守秘義務の関係から、個別の案件につきまして私どもからお答えすることは差し控えさせていただきたいのであります。一方で法務局の方は取材に対し当局の書き換え中だというふうに答えられておられます。市としてされておられないんだったら大変なことだろうと思うんですけども、そこら辺の焦りというか対応について、市として何か感じたことはございますでしょうか。先ほどまた先週でも申し上げてまいりましたけれども、守秘義務の関係から個別具体的にはお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般的には督促などによりまして納税を促すと、その上で応じない場合は差し押さえを行う場合があると、これ一般論でありますけれども、そういうことは申し上げたところであります。特に今登記書き換え中ということに対して市長として焦りは感じておられないんでしょうか。この工藤会館本部の事務所撤去につきましては、これまで暴力追放運動、暴力団排除の運動を続けてまいりまして、その中で、市民が非常に大きな関心をしているテーマであり、そしてまた防水運動の面でも非常に重要な目標であるというふうに考えております。でこの撤去の問題につきましては、警察、行政、事業者、市民一体となって一丸となって取り組んでまいっておりますので、関係機関ともよく協議をしながらこの問題にも対処してきたところでございます。でこの場合に、いろんな選択肢があると思います。そのあらゆる選択肢をですね、今は排除しないで、どうすればいい、結論を得られるかということにつきまして、鋭意検討を行っているところであります。守秘義務の関係がある以上は表の質問でこれ以上答えいただくのも難しいのかなとも理解しているわけですけども、一方でこの話がそもそも最初に持ち上がったのは先週の13日の夜に、テレビ局の方でニュースとして買い取りへという形で報道されました。でその最初の段階では守秘義務にあたる固定資産税の滞納額は400万円という数字も出ておりました。それについてはネット上に残っていた番組の告知情報の中にもこのように書いてあります。工藤会は本部事務所の固定資産税約400万円滞納、工藤会系の組事務所は最高幹部らの滞納額に約4割減るという形で番組情報には載ってましたが、その後のニュース、今の残っているインターネット上のニュースでは削除というかそこの部分は載っておりません。これ大変守秘義務にあたることだから、途中から指摘をどなたかがされて削ったんではなかろうかとは推測はするわけですけども、そこら辺の情報管理というか、そうまで守秘義務とおっしゃるのであれば、先週 NHK さんもおっしゃってましたけども、報道内容が違うのであればはっきり否定されればいいことですし、なんかふわふわとこう認めるでも認めないでもないという感じでやられると、なんだかこうよくわからない話になってしまうのかなと思うんですけど、そこら辺の情報管理については市長どのようにお考えでしょうか。ネット上のお話につきましては自分は今初めて聞くわけでございますが、いずれにしても税務に関する個別的具体的な情報につきましては守秘義務がありますので、私どもとしても
お話しできない場合があるわけであります。その点についてはどうぞご理解をいただきたいのであります。いずれにしても一つの報道というものがですね、これまで鋭意そのいろんな方策を検討してきた過程にあって、それが非常に、社会の耳目を引くような報道があったということで、私ども検討をさらに加速をしてですね、今日の状況に至っているところであります。一定の時期が来たらですね、できる範囲内でご説明をさせていただきたいと思っておりますが、いずれにしても、この暴力追放運動、暴力団排除というテーマにつきましては、警察行政の一丸となって取り組んできた経緯もございまして、さまざまな検討、また具体的な行動につきましても、よく関係機関と相談の上でですね、取り組んでいるところでございますので、その過程におきましては、テーマによっては、局面によってはですね、ある時期お話ができないといいますか、遠慮させていただいた方がいいという場合もございますので、その点はご理解をいただきたいと思います。いずれにしましても大変重要なテーマでありますので、情報収集、そして関係機関との情報交換、考え方の調整につきましては、万全を期して慎重に取り組んでいきたいと考えております。今ある時期になったら説明できるかもというふうにおっしゃられたんですが、一般の意味で構いませんが、この説明できる時期というのはどのような時期か念頭にお話になっておられるでしょうか。いつ何時というふうに申し上げるのは控えさせていただきますけれども、非常に重要なテーマであり、市民の方が大変注目をされている案件であり、安全安心な街づくりを進めにおきまして、当面の非常に重要なテーマであることを考えますと、自分としましてはいろんな法令上の制約があると しましても、できるだけ早くお話しできるところは説明をさせていただきたいと思っております。慎重に対応されるということは言って理解するわけですけれども、13日の夜に当初の会見の話が出た後に、私も市長にいろいろ取材、個別の取材させていただいた中で、この差し押さえの概念が最初になかった点について、私の方から細かく差し押さえについてどうされるのかという話の流れの中で、こういうことになったのかと理解しているわけですけれども、一方でそのやはり黒海側がもしもその市側の動きを報道等で把握した上で即座迅速に登記の書き換えをしてしまった場合には、これは市としては都鉄三税滞納分の取りっぱぐれということもあり得た話なんだろうかなと思うんですけれども、そうであるならば、やはり初報の段階でその話が出たらきちんと火消しというか打ち消しをされた方が良かったように思うんですが、なんか当初 の受け答えを思い返すと、なかなかそのカチッと否定するでもなくされていたような気がするんですけど、その点反省というか、今どういうお考えなのか聞かせて。これまでの検討経過は一言で言うと、あらゆる選択肢を排除しないで、関係機関と慎重に協議をしながら進めるということでございます。いろんな方策、また撤去するにはいろんな方策があると思いますし、そしてまた暴力団に利益を供与してはいけないという大原則もありますし、どのようにして活用していくのかという、跡地を活用していくのかということもあると思います。そういうテーマに対して、あらゆる選択肢を念頭に置いて慎重に検討するという過程にございましたので、一つ一つ の選択肢について細かく説明をさせていただかなかったと思いますけれども、当然
税を滞納しているということであれば、一般道として税務担当の部署はそれに対して債権を保全するという大きな会議でございますので、全くなかったというわけではないのですが、いくつかの選択肢をしっかり検討するという過程であったということであります。この件について何か質問ございますでしょうか。NHK 元澤です。一応法務局の方で登記の書き換えが21日には終わるということなんですけども、ということはできるだけ早くお話しできるから先説明させていただきたいという時期はこの21日でよろしいんでしょうか。関係機関と協議をしながら説明の時期あるいは内容もありますけれども、どういう方策でこの本部事務所撤去に今後進んでいくのかということに関わってまいりますので、その点を調整しつつというふうに考えております。今の質問に重ねてなんですが、21日にその仮に登記の書き換えが済んで、今、仮定の話としてあれですけど、市が債権管理、その書き換えを進めている主体だとするならば、21日には市の、債権、管理債権として入ってくると思うんですけども、そうなると市民が、そういう債権として認知できるわけで、その時点でやはり、きちんと対応というか、今どういう状況にあるのかというのを一定程度説明する責任はあろうかと思うんですけども、その点についてはいかがですか。差し押さえの有無につきましては、登記簿をご覧になったまたですね、ある時点でそれが分かるわけであります。そういう状況を考えますと、一定の説明はさせていただくということになるんだろうと思います。その件とかございますか。じゃないということでよろしい。では次に移らせていただく。これまた個別の話になってあれなんですけども、市長も3期12年されてくれて、来月には市長選があって、いろいろ市政の課題についても洗い直す時期かなと思うわけですけども、技能労務職の問題について、この春から 100% ゴミ収集について民間委託されました。これはまあ市長が初当選した当初から民間にできることは民間をという話の流れの中で答申が出て、そういう流れになったと理解しているわけですけども、一方でこれまでは退職者補充ということで徐々に民間に移行していくという、ソフトランディングを図っていたという実態がある。一方でこの3年についてはハードランディングで一気に減らして 100% の対抗を持っていた。その結果、今まで従事していた方々が、仕事がやってた仕事がなくなったわけですから、その方々が、別に遊んでるわけじゃなくて新たな仕事を見つけられて業務に疲れているという実態も分かっているわけですが、この北九州市のこのもろもろ公共施設のものを総量を抑制しなきゃいけないとか、使用料の値上げを図らなきゃいけないとか、そういう市民サービスにおいて至るところで、市民の不便を強いている状況の中で、これまで、なくても業務が回っていたところに新たな業務を付加して、そこだけサービスを手厚くするというような市政の財政状況ではないと思うんですけども、現実にはそこがそういう形でなっていると。これ、人件費ですから国費も県費も入ってない市の一般財源として
まあ、数億円か10億円か分かりませんが、かなりの額が、まあ、投じられて、そこをきちんと活用できるかどうかっていうのが結局分割する意味合いに直結するんだろうと当時の議事録にも言ってるわけですけども、現状そうはなってないのかなと思うわけですが、これについて、この問題については市長は今後、まあ、4年間舵をまた取っていかれるとするならば、どのようにされるおつもりなのか、その点についてお聞かせください。行財政改革は、本市の財政状況や市民のニーズの高まりを考えますと待ったなしの状況であると考えまして、公開の場で有識者と議論をしながらですね、市の行財政改革大綱をまとめました。平成25年度のことであります。その中の一つの大きな柱は、民間でできることは民間に委ねていこうという趣旨でございます。これに基づいて、それまで7割あった委託の比率を30年度に民間委託を完了しているという、そういう経過があります。そこでその環境センター職員の業務内容でありますけれども、いわゆるゴミの収集だけでなくて、行政事務としてですね、委託業者の指導監督があります。また町美化の市民啓発とか不法投棄の対応など、指導業務にも従事していたわけなんですが、平成27年度に市の環境審議会から答申が出まして、市民ニーズが高いゴミステーションの散乱対策、そして事業系ゴミの適正処理などにも新たに対応していくということになりまして、そうした仕事があるわけであります。このように考えますと、私どもは余剰人員とは考えておりませんで、行政職として市民サービスの維持向上に必要な業務に従事をしているということであります。で、実際ですね、ゴミ出しルールの違反を対応したり、小規模事業所の立ち入りを行ってですね、件数を増やすとか、着実に成果も上げております。余剰人員とは考えておりません。またこの過程でこの民間委託をしたことによってコストは削減されていると考えております。委託料は30年度の全面委託の時で考えますと、これは9割から10割委託割を増やしておりますが、委託料は約1億6000万円増えたわけですが、人件費、手当および不要な関係車両の廃止によりまして約2億2000万円を削減しておりまして、6000万円のコスト削減を実現しております。この配置転換ということについて私ども支援に努めておりまして、技能職から行政職に転換する場合、本人の希望に応じまして、他の局部署にも配属しております。またそういう職場で力を発揮できるように実務研修、フォローアップの面談、そういうふうに支援を行っているわけでございます。で、今後どうするのかということでありますけれども、毎年度退職者が出ます。また再任用もあります。また行財政改革の具体的な進捗等は常に精査をしてまいります。それを採用計画に反映しているところであります。引き続き、市民ニーズの状況をよく踏まえまして、簡素で効率的な組織の構築に努めたいと考えております。今のご質問に対するお答えをさせていただきます。以前の会見で行革改革については次の数値目標について有識者等の意見も踏まえながら盛り込んでいくというふうにおっしゃられたかと思うんですけども、この問題は行革改革の数値目標で職員数をどこまで削減できるのかというところと直結してくる話だと思うんですけども、やはり次の任期中にこの問題を職員数の話と直結させて定数管理をしていくという考えはお持ちなのか、その点について改めて確認させてください。将来どうするかにつきましては鋭意検討しているわけでありますが、国の方でですね、定年延長というテーマが浮上しております。今後将来のことを考えますと、再任用というのがありますし、定年延長の話も一方においてあるという中で、その中で、適正なこの、
この組織の規模、人員というものがどういうふうに目標が作られるかということにつきましては流動的な要素もあるように思います。従いまして今後の想定員につきましてどう考えるかということについてはやはり有識者を交えて直近のさまざまな流動的な要素も勘案しつつですね新たな行財政の目標を考えるということが望ましいんではないかというふうに自分は思っておりまして今ここで具体的に何人の規模でこのようにしていくということは持ち合わせておりません。やはり非常に流動的でありますので、もう一度行財政改革というテーマでですね組織人員も含めて、しっかりと、公開の場で、各界の方と議論をしながら方向性を定めるのが良いのではないかとこのように思っております。最後にこの問題について最後ですけども、市長12年よく市政運営されてきていろいろやりたいことがあっても財源がないという苦しい中で財政運営されてこられたんだと思うんですけども、やはりこれ国費も研究も入ってない一般財源の単純な市のお金ですから、そこをきちんと削っていけばやれることっていうのはまだまだこの町には余力を生み出す余地はあろうかと思うんですけども、それについてやはり次の4年の任期の中でまだ正式に公約等政策等は発表されておられませんが、きちんと示されていかれるつもりがあるのか最後にお聞きします。基本的な大目標としましては行財政改革は立ち止まらないということです。ただ具体的な個別の数値目標につきましてはそれをしっかりと市民の皆様に説明をして進めていくためには、総論賛成、各論反対という局面も多いわけですので、やはり公的な場においてしっかりと市民ニーズを踏まえた協議をして進めることが一番いいんであろう。その場合もですね、少数精鋭という言葉がありますが、民間で働いている方から見るとまだまだ業格は足りないんではないか、もっとスリムにできるんじゃないか、そういうご意見が非常に多いということを考えますと、今後とも行財政改革は非常に重要なテーマであるというふうに考えております。業格等について他ご質問ございますか。じゃあ内容ですので次に行かせていただきます。話がまた変わるんですけども、今年カネミー賞が発覚してから50年の節目の年になります。被害救済がまだ十分でないという患者の訴えがある中、この節目をまず市長としてどう捉えられるのか受け止めについてお聞かせください。昭和43年10月に、カネミー賞の事件が発覚をしました。50年が経過した現在におきましても全身の倦怠感、咳、痰、さまざまな病状を呈して苦しんでいる人が数多くいらっしゃいます。被害者の方には心からお見舞い申し上げたいと思います。この点につきまして国の方は平成24年に法律を制定いたしまして基本指針を定めております。総合的に施策を推進しているところであります。本市におきましては今後も引き続いて、国や他の自治体と連携協力をしながら有償の一斉、検診業務、また市内認定患者への対応及びカネミー賞に対する正しい知識の普及啓発などそうした業務に取り組んでまいりたいと考えております。被害者の多い長崎県五島市では50年の式典が11月にありました。市教委の方が附属本も作るなど教訓の継承の取り組みをされているそうです。原因企業が存在していく、北九州市においてはこの継承についてはどのようにお考えなのかお聞かせください。長崎県におきましてこの油症の経験を未来につなぐ集いが行われて
県庁でも資料の展示が行われたと聞いております。また福岡市におきましても患者団体支援者などによりまして金見省に学ぶ集いが行われております。で本市の場合10月に環境ミュージアムに行きまして、市民の活動団体であります東田シネマ運営委員会の企画によりまして金見省被害者の証言日常を映した映画食卓の肖像という映画の上映会が行われております。現役企業がある本市におきましてはこの事件を教訓に今後こうした事件が起きないように、食品関係事業者に対する監視指導や、自主管理への支援また市内で製造販売される食品の検査市民への食中毒予防の啓発を行いまして引き続き食の安全確保に努めることによって、市民に啓発をしていきたいと思います。幹事社からは以上です。ご質問ございますか。 FBF 拡大です。すみません、小倉駅前のコレクトの問題について少し一部長官で報道があったと思うんですけれども今後の方針が定まりそうだということについて何か市長がご存知だったり記事を読んでいることはありますか。毎月のように北九州都心開発そしてメイト黒崎の方とは情報交換を行っております。コレクトの方につきましては複数の企業と話をされているというふうに聞いております。市長の思いとして年内にはぜひ方向性を示してほしいと、いうふうに申し上げてあるわけでありますができるだけ早く発表があることを期待しております。コレクトの後継テナントのこともご質問の趣旨にあると思いますが、交渉ごとであります。で、具体的なことは聞いていないんですけれども、閉店までの時間を考えますとですねできる限り、早く発表があることを期待しております。一部報道の中には野村不動産グループの会社の名前が出ていますがこの件に関してはこちらの会社の方にコンサルト的なことを、していただくということでしょうか。担当者すみません担当は来ておりません。はい報道にあった会社です。全国的に大変ネットワークをお持ちでありまして、テナントリーシングについては幅広い実績を持っている会社だと聞いております。社名的には需要赤松さん都心開発の方からの報告ではこれまで JO 赤松は7階以上のアイム専門店街の運営業務を行ってきたということですがこれからコレクト部分を含めた施設全体の運営業務そして再生プランの策定を委託すると都心開発から聞いております。で城下松は野村不動産グループの一員であります。各都市で大規模な商業施設の運営に携わっております。テナントリーシングに関しても幅広い実績を持っております。運営会社が決まったことは大きな前進であると考えます。同社にしっかりと取り組んでいただいて、にぎわいに貢献するプランを示していただけるように期待しております。PNC なんですがこれに関連して今日 の長官の中で百貨店の誘致に関してはしない方向というような報道もありましたがそれについては市長は何かご存じだったんですか。百貨店について都心開発の方で
まあ、こういう検討をしてこういう方向になったというそういう具体的な話は何も聞いておりません。ただやはり駅前の一等地で、あるということ、そして商業の立地としてはですね、これはうまくやれば相当成功するんではないかという期待感もあって、例えば東京の方から新たな百貨店の進出を期待できないかという声は交換あったところであります。いわゆる市民の間に。ですから あらゆる選択肢を検討している中において、そういうことを議論されたのかもしれませんが、その正式な報告といいますか、そういう話、百貨店はないとかですね、こういう検討したということは聞いておりません。よろしくお願いします。まあ市長としては、じゃあ百貨店が来る来ないのは別として、まあ、もし百貨店が来ても逆に市内の商業施設とかに影響があるからやめてほしいとかそういうような感じではないと思うので、やっぱり百貨店はまだまだ来ていただきたいなという思いになります。空港の利用客は過去最大を更新しておりますし、観光客の数もですね、過去最高を更新しつつあります。また都心部におきましては小倉城の周辺の整備をはじめとして、都心部にさらに人がにぎわうようないろんな努力を続けておりますだけに駅前の超一等地でございますので、これはやりによっては必ず、大きく前進するという期待感を持っております。そういう中において古典的なその百貨店という、形態での進出を期待する声は市民の一部にはあったのかもしれませんが、全体の購買力といいますか、それは各都市のいろんな状況などを見ていくと、やっぱりプロの専門家から見るとですね、証券の大きさなり、あるいはその東九州道だとかいろんな証券が広がっているという、そういうところを加味したとしても、まあ、これぐらいの規模なのかなというのがあります。そして井筒屋さんが今しっかりと再生を期して頑張っていらっしゃるという、そういう中でもありますので、そんなことをもろもろ考えていろんな動きはあったのかもしれません。いろんな議論があったのかもしれませんが、さっき申し上げましたように百貨店について具体的にこのように議論してこういう結論になったという、そういう報告は来ておりません。現時点でそこの賃料については何か市側にこう引き下げていくような話とか、まあ、話が前に進んでいくという以上はそこのそもそもの出発点のハードル障害がどうなったのかというところが気になるんですけども、その点について情報は何か入っておかれますでしょうか。井筒屋さんが撤退を考える過程にありましたですね、例えばそういう家賃の問題も検討のテーマではなかったかと推察しますけれども、やはりこの民々の取引でもありますので、具体的に行政の方にですね、しかるべき、まあ、ご報告なり説明があって何かそれについて、市の方に支援を期待するとか何かあれば、まあ、別でありますけれども、賃料そのものについてですね、まあ、耳の取引でもあるということで行政の方に具体的に
何か対応してほしいということは自分のところまでは来ておりません。ご自身のところまでは来てないけど所管課のところには来ているとかそういうことは。いやでも人民の取引の話でありますので、まあ、それを行政に何かしてほしいという趣旨で持ち込まれましてもなかなか答えに窮するところでありますので、そういうことが関係者の間で話題にはなっているということは、まあ、聞いておりますけれども、特に行政にその点について何かしてほしいということは来ておりません。仮に来たとしてもそれについては応じる考えはないということでよろしいでしょうか。税金を使って行政が何かするということですね。家賃については考えておりません。先ほど市長はクレットの問題について、まあ、できれば早く示してほしい、年内に方向性を示してほしいということだったんですけど、これまで その報告などを加味して、まあ、今日の長官ではその年を超えるんじゃないかというお話もありましたけれども、この辺についてはどのようにお感じなんでしょうか。都心開発の方は精力的に各方面と協議をしていると聞いておりますので、これまで市長の方からも年内にはぜひ方向性を出してほしいという思いが伝わっていると思います。まあ、精力的に作業を進めていらっしゃると思いますので、まあ、先ほど申しましたようにできるだけ早く発表があることを期待するということです。一方でメイト黒崎の方はどのようになっているのか。メイト黒崎につきましては、専門のコンサルタント会社を加えて、積極的にテナント誘致を展開しているとこのように聞いております。まあ、夜景につきましてもですね、今日本の新三大夜景の一つに選ばれたこともありまして、まあ、工場燃え、工場夜景を含めて、この屋上からその可能性がかなりあるんではないかということで、その方面の検討もしていると聞いておりますが、まあ、引き続き、行政としましても、密接に情報共有を行いまして、要請があれば、商工会議所、県と連携して支援していきたいと考えております。この件、他ご質問ございますか。ちょっと、もう一言よろしいですか。夜景の写真家を招いてですね、まあ、ビューポイントとしての可能性を探るということは12月19日、今日ですね、夜考えておりますので、資料配布を展示させていただきましたけども、ぜひ取材をお願いしたいことと、あと明徳黒崎との関連では、ビルの屋上のみならず館内に遊休スペースがあります。それを題材に、まあ、これまでにない新しい活用方法を考えると、リノベーションの手法について協議をしているところであります。現時点で、そのリノベーションの具体的内容は決まっているわけではありませんけれども、リノベーションのまちづくりについては本市でこれまで実績を上げた経過がありますので、しっかりとこうした面での進捗も期待をして、できる応援をしたいと思っています。他質問ございますか。よろしいですか。はい、全然話はまた変わるんですが、入管法の改正案が国会通りまして、今政府の方から来年4月からの施行に向けて、外国人相談窓口を政令市に含めて実施するとか、いろんな機関での多言語化の対応をしているとか、日本語の充実に含めてですね、君の部会なんかに素案、不安が示されたりしています。で、先日 の政策協定の中でも、上藤さんがかなり具体的に書かれていたんですが、
専門性技術を有した外国人材を広く受け入れる仕組みの構築ですとか、市内居住の外国人材の把握に努めてほしいというような表現もありまして、自民党さんも一部外国人材について触れられてましたけれども、改めてこういった動きに対して市としてどのように対応していく考えを持ちなのかというのを聞かせてください。国会での議論の背景には全国的に人手不足がかなり深刻になっている業種企業が数多くあって、そこで、外国人の労働者をより受け入れる方向に転換すべきと、まあ、こういうことだと思いますが、前にも申し上げましたように基本的にはやはり、日本語を話せる、やっぱり、そういう方でないとなかなか日本社会で仕事で活躍するというのは楽ではないと思います。加えましてやはりシニアはまだまだ働きたいという人が多いし、それから女性がですねもうちょっと職場に進出をして働きたい、そういう職場を広げるというその努力はさらに継続すべきだと考えております。同時に外国人の専門 学校や留学生というものも、日本のいろんなことを学びたいということで来られておりますし、実際話を聞いてみるとできれば日本で就職をしたいと、で日本語を勉強しつつですね、日本での将来の就職を非常に期待している人たちも数多いわけです。したがいまして、今後ですね、専門的なそういう、いろんな才覚を持った技能を持った方を外国人の人材を幅広く受け入れていくということは国の大きな流れではないかと思います。大事なことは快適に日本で生活できるようにいろいろと配慮をすることだと思います。先ほど政策協定で公明党さんのお話がございましたが、多文化共生社会を作っていくということにもなると思っております。外国人の方を生活所としてやはり支援すること、この適正な受け入れ体制の確保ということが非常に重要になってくると思います。この点については国もですね、ああいう形で国会で成立したわけでありますけれども、実際の施行を念頭にですね、どういうふうに受け入れ体制を作っていくかについては関係省庁間で協議がされていると思いますし、場合によっては実際に対する女性のメニューなんかが今後具体化してくる可能性もあります。そういうのをよく見ながら、いずれにしてもですね、外国人の、適正な受け入れ体制、生活支援ということは自治体としてもこれから大事なテーマになってくると理解をしております。具体的に例えば、他の技能実習生に依存せざるを得ない自治体なんかで、具体的に部署を設けたりしてですね、実際配布なりしているところも全国的にありますけれども、そういった体制の整備みたいについてはこれまでは北九州国際交流協会というのが活躍しておりまして、その市の外郭団体である協会と連携をしてですね、外国人の相談あるいはコミュニケーションの支援を行ってきております。今後も外国人市民に対して日本語学習の支援とか多言語での相談対応というふうに生活環境の充実がますます重要になってくると思いますので、引き続き国の動向を見ながらですね、外国人の受け入れ環境を整備するためにですね、いろんな努力をしないといけないと思っております。今は国際交流協会に委託をしてやって、市と一体的にやっているわけなのでありますが、国の方もいろんな動きが考えも出てくると思います。そういうのをよく見ながら多文化共生というのは非常に大事な市政にとってもテーマだと考えて努力をしたいということです。今の国際交流協会というところを拠点にしていろんな作業をしてきた経緯がございますので、それをどういうふうに今後手厚くしていくかということであります。もう少し国の動きを見たいという感じがします。最後だ留学生で来られている方、日本語学校に行かれて
まあ、週に28時間以内で一部冷凍工場とかですね、働いている方、北九州にも多くいらっしゃいますけれども、一方で技能実習生がいらっしゃって、実態の把握、コンビニさんを起こしてきているようにですね、どれだけの数の方がどういうような申し出、どういう経営団体を続いてきているかということを、まあ、これ他の自治体もそうなんですけど、一緒に把握に苦労されていらっしゃるところがあって、まずそういうような実態把握を進めていくというようなことに対してはいかがお考えですか。まあ、技能実習生の実態が、まあ、メディアでも大変気の毒な状況のニュースも数多く流れたところであります。また学生さんも苦労しているかもしれません。そういった意味では、まあ、実情をですね把握するべく、まあ、努力はしているわけでございますが、どういう国の方もですね、まあ、データが現実と違うんじゃないかと、技能実習生について国会でも話題になりましたけれども、どういうふうにしてそれをより実像に近づいて、把握していくかについてはこれからの検討課題だと思いますが、まあ、いわゆる実像についてはしっかりと把握していかないと今後の支援策というものも前に進みませんので、そうした努力が必要です。どういう形で行うかですね、これは今後の検討課題だと思います。NHK のところで、ちょっと話があれなんですけども、札幌でとても大きいボンベ使った、それが火災があったわけですけども、まあ、同じ政令市として、人口が多い都市として、そういうような火災、これから、まあ、乾燥も作る中で、なんか市として具体的に新しい取り組みとか、なんか、どういうことがありますでしょうか。まあ大変地獄を引く事件として、大きく報道されたこともありますので、消防局をはじめとして関係部署がですね、なぜあんなことが起こったのかと、そしてそれを再発を防止するためにどんなことが考えられるのかについては、すでによく調査をというか研究を始めていると思っております。まあ、今後の札幌でのいろんな検討について、まあ、再発を防ぐという観点からさまざまな各界からいろんな議論が提起されると思いますので、それもよく念頭に置いて、市として、より強化すべき点があればそれを直ちに実行するということであります。今は調査研究の段階です。会長、経済から推薦が、出たというお話がありましたが、まあ、北九州市の関連でその事件については、ちょっと確認なんですが、何日付で、発行されたかというと、商工会議所としてはいわゆる選挙支援、政治活動というのは行わない。ただ全国的に日本商工連盟という組織を持っていて、そこの北九州地区の代表世話人が豊島さんであります。でその日本商工連盟北九州地区の方から推薦をいただきました。一昨日のことであります。ですから12月17日付だったと、もし違っていたらすぐ連絡しますが、17日付だったと承知しております。豊島会長にですね、先日の定例会見で4日 で, ですね、かなり厳しく北市長ですね、まあ、支援について、ご意見を持った形でおっしゃってたと思うんですが、その件に関してはどのように考えますか。回答に限らずですね、市民の中には市政の運営につきまして、評価をしていた方も少なくありませんが、中には叱咤激励、厳しいご批判をされる方もいらっしゃるわけであります。その真意をですね、理解に努めまして、
それを今後の施政運営に生かしていきたいという思いでおりますので、それはそれとして承っておきたいと思います。ある意味その豊島会長からのお話の中でもあったんですが、そのいわゆるまあ、コンタクトというか、その4日以降お話しされたりとか、まあ、いわゆる、意見交換されたりとかいうのは、どんなテーマでもそうですが、共同コラボレーションという言葉がありますが、例えば医療でしたら、まあ、医師会であるとかそういうところの力添えなくして、市の医療政策はないわけであります。経済政策につきましても商工会議所をはじめ、いろんな業種別の団体もあるし、中小企業の各団体もあります。非常に多岐にわたっておりますが、そうした連携といいますか、意見交換、いわゆる共同ということをですね、経済界についても一層重視をするという気持ちで自分はこれから対応したいと考えております。今回のそのコレットのお話もある程度はというか、かなりのところで経済界の方々とは連絡が取られている。かなりと言えるかどうかでありますけれども、これまでもこのデパートの撤退についてどう考えるかというときによく申し上げていたフレーズが一つあります。要請があれば商工会議所県とよく連携をして支援をしたいとお答えをしております。そのように言っていくとは、これまでも、ご意見は聞いております。ただ経済界と、まあ、一口に言いましても、例えば大手の企業と中小企業との間で意見が違うということではないんですけれども、やはり強調される点だとか問題意識だとか、それは幅があります。まあ、自分自身経済界との関係で時折質問を受けましたが、衆議院を20年活動をしております。導入した時も、500社数百社をどんどん回ってですね、まあ、そういう意味では歴代市長の中でも他の政令市と市長と比べていただいても、今中小企業をこれだけ困らなく回ってきた市長というのはそういないんではないかと思いますが、いろんなお話を聞いております。丸々団体、丸々事業者団体ということではなくて、一社一社 業種は違います。大中小規模は違う。そこにおける経営者の率直な、時には辛辣な意見というものが自分の政治活動の原点になっております。市長になりまして、個別の企業を回るということは原則それを控えるようになりました。従いましてその直接お話を聞くというチャンスはかなりもう途絶えているわけでありますけれども、しかし商工会議所以外にもですね、中小企業のいろんな団体があります。経済同友会だとかいろんな志を共有する方々の団体もありまして、努めてその方々とはお会いし、直接政策のお話を受け止まりながら市政に反映させるように努力をしてまいりました。従いまして経済界のとの意思の疎通は自分としてはこれまで最善を尽くしてきたと考えております。ただせっかくのご指摘もあったようでございますので、今後はこちらの方から政策定例協議も含めて逆に提案をさせていただこうと、どんどんそうした意思の疎通を図っていきたいと思っております。関連して最後に一つお聞きしたいんですけど、先ほど叱咤激励される方いろいろいらっしゃるという中に、叱咤だけかもしれませんけども、麻生さんはずっと市長に対して厳しいことをこの間ずっと言われてきて、9日の大井さんのパーティーでも市長選手の会見でもお聞きしましたが、政策を練るという方を重視されて、特に麻生先生とお会いすることもなかったと。今後4年、仮に市政を舵取りされていく場合に、3期目の場合は党本部推薦というお墨付きがあって、円滑にいろいろ国家戦略とうまくいったかと思うんですが、4期目において、麻生さんからいろいろこの間あった中でどのようにお付き合いされていかれるのかというのは経済界との関係以上に重要かと思うんですけども、この点についてお考えを。政権中枢との関係につきましては、自民単独推薦のような形ではもうありません。しかしそれに代わりまして政権与党との関係でいうと、自由民主党市議団、公明党市議団が応援をしていただくという大変ありがたい状況に今なっております。
まあ、これまでも現実に、閣僚でありますとか、この政府高官にですね、お話を通す場合というのが重要な局面において、あるわけですが、その場合もこれまでも自民党市議団あるいは公明党の議員団の方からですね、その関係の方々にもつないでいただいて、いろいろとサポートをしていただいております。まあ、そういうことで自民公明の市議団が応援していただけるというのは今後の政府与党との関係におきましても大変に心強いということが一つあります。それと、まあ、総理のお話が出ましたが昭和61年以来のご縁でございます。何回戦ったかな同じ選挙区で、そして1回目の市長選挙も相手は政対本部長を務めなっているわけです。長いご縁であります。自分はここは自由民主党とはですね対峙していた時もあったわけでありますが、こういう市長の仕事で、自由民主党議員団ともいろいろとご縁を深めさせていただいたと思うんでありますが、やはり懐が深い組織だと思うんです。まあ、ラグビーでいうそのノーサイドという言葉がありますけれども、やはり選挙というのは、有権者の審判であります。その結果に対してはそれは多くの政党政治家はそれを直視しているわけです。自分自身も審判の結果を重く見たいと思います。そういった意味ではですね、過去いろいろとそういうことがあるのかもしれませんが、選挙の結果を踏まえてそれはあくまでも北九州市という福岡県の発展のために努力をしていくわけでありますから、その点は信頼関係をまた作っていただけるものと、このように自分は信じております。ご自身から行かれるということですか、向こうから待つということですか。先ほど自由民主党は大変懐の深い組織だと申し上げました。阿吽の呼吸だと思います。この他質問ございますか。事務的にご質問ですか。先週の政策協定に先週の政策協定締結の際に政策集1週間ぐらいでまとめられそうだという話があったんですけど、続きはどうなるんでしょうか。すいません、盛んに質問がこの間出たようないろんな案件に追われておりまして、大体案文は終わっている作成は終わっているわけでありますが、やはり最後の調整については慎重を期したいと思って若干伸びておりますが、もうしばらくお時間いただきたいと思います。来週ですか。になるかもしれません。できれば今週と思って作業しているんですけれども。分かりました。じゃあなければこの方ありがとうございました。ありがとうございました。